魔導国大輪のバラ、アルベド殿へ。あなたの美しさはこの冬の最中でも美しく咲き誇っているのでしょうな。私フィリップは愚かな民を導き、腐敗した王国の立て直しに奔走しています。貴族の席も優先する私をお許しください。せめてもの思いをこの手紙に託します。次回計算外の一手、魔導国最小の心すら射止める我が才能が恐ろしい。魔導国の統治は概ね順調だと言っていいだろう。ルーン技術を持つドワーフたちが移住し、降伏したドラゴンたちも真面目に働いているようだ。西王国は大変だったが、デミュルゴスたちは満足しているようなのでよしとしよう。私もしばらくは魔導国で執務に専念するか。第8話計算外の一手。エントマか。何？急ぎの知らせだと。